く続けられた秘訣というか要因って何ですか？働きやすかったですね。センター長もすごくいい方で、働きやすく職員の方も良かったのでね、ずっとそのままいさせていただいて今に至っております。この施設って、本当にひいき目抜きにして時間が穏やかにこう過ぎていくような感覚をちょっとお邪魔して覚えて、でもすごい綺麗にされてて、でお客様がすごい穏やかで、職員の方もみんな穏やかって、これ なんでそれが可能になってるんですか？この中、常にどこのセンターもそうだと思いますけど、毎日ね本当にしっかり掃除はしております、うん、職員のみんなも手を抜くとかそういうのなくね、一生懸命掃除もしてくださいますし、あと人間関係ですね、そこはもうコミュニケーションを常にこう取っていけるように、私自身もそこは常に、心に留めています。私が常にいつもこう平常心でいられるように、あと謙虚な気持ちはね、いつも持っていたいと思ってやっております。長年やられていればスキルも上がっていくし、自信もついていくわけじゃないですか。それでも謙虚に一つのことを丁寧にやり続けるってすごい難しいことだと思うんですよ、追求していくような、基本の追求ってすごい難しいじゃないですか、それを言い聞かせるだけでできるもんなんですか？それがみんなできてるように見えるんですけど、どういうマネージメントされてるのかなと思って、スキルって私自身スキルアップがなかなかできてないって自分では思ってるんですけど。そうなんですか？そうですね、でもこう人とのコミュニケーションっていうのは、私の中で一番大事にしていることかなと思って、でやっぱ人が嫌いではないので、こう人とこう接する、っていうのがやっぱ好きなので、やはり私の上司、センター長副センター長、今までのねずっと今現在もですけど、もう本当に助けていただいてます。ですか、その感謝の念がすごい。そう、本当にそうです。やっぱりどの仕事もそうですけど、やっぱ謙虚さとか感謝とか、なんかこうアルファベットの K がつくことは守っていかないと、基本とかね、それがすごい徹底されてるかなと思ったので、今後こう新卒の若い子もいっぱい入ってくるので、そういう方たちに何かアドバイスというか、大丈夫だよってこう何かあります？若い方はね、時っていや目上のこの年齢のね上の人と一緒に働くってなるとちょっと抵抗があるかもしれないですけどもね、そこはやっぱりあんまり分け隔てなくこうできたらいいなと思います。貴重なお話も聞けてありがとうございました。じゃあこれでインタビューは終わります。ありがとうございました。